アルカジー・ミハイロビッチ・セルケーフは、ロシア・オムスク出身の男性フィギュア・スケート・アイスダンス選手。2006年世界ジュニア選手権に、パートナーは、ナタリア・ミハイロワ。オムスクに生まれ、4歳の頃にスケートを始めた。やがて、ナタリア・ミハイロワとカップルを結成し、2000から2001シーズンから ISU ジュニアグランプリに参戦を果たした。当初は、 ISU ジュニアグランプリで表彰台に上ることはなかったが2002から2003シーズンの JGP モントリオールで初優勝を飾り JGP ファイナルへ進出を果たした2003年世界ジュニア選手権に初出場し6位入賞を果たした2003から2004と2004から2005シーズンには JGPSBC 杯と JGP メキシコ杯 JGP ブラウエンシュベルターズキで優勝を飾り、共に JGP ファイナルへ進出したが、共に4位入賞に終わり、世界ジュニア選手権でも2004年は4位入賞、2005年は5位入賞に止まり、メダル獲得はならなかった。2005から2006シーズン、JGP スケートスロバキアと JGP クロアチアでに大会連続の優勝を果たし、 4シーズン連続の JGP ファイナル進出を決めたが、3シーズン連続の4位に終わりまたしても、メダル獲得はならなかった。4度目の出場となった2006年、世界ジュニア選手権では、コンパルソリーダンスとオリジナルダンスで2位、フリーダンスでは3位だったものの総合で2位となり初のメダルを獲得する。2006から2007シーズンの初めにコーチをアレクサンドル・ズーリンに変更し、 シニアクラスに行こう。ISU グランプリシリーズに参戦を果たしたが、スケートアメリカでは10位、スケートカナダでは8位に終わる。後に、ナタリア・ミハイロワとのカップルを解散。2008から2009シーズンに再結成。ありがとうございます。